京都清滝トンネル。はい、ということでございまして、清滝トンネルに向かっております、清滝トンネル、ね、皆さんご存知の方も多いかと思いますが、トンネルに着いた時に信号が青だったら招かれていると、とかね、トンネルを迂回先にある峠の下を向いたミラーを見ると自分の死ぬ時の姿が映ると、もしくは映っていなかったら近いうちに死ぬとか、行きと帰りでトンネルの長さが違う、トンネル走行中に白い服を着た女性がボンネットに落ちてくる、トンネル内で車を止めて明かりを消しクラクションを鳴らすと怪奇現象が起こる、ね、女性の悲鳴お経が聞こえてくる、車のボンネットやガラスに出方がつく、夜トンネル付近に車を止めて話をしていると巨大な人影が目撃される、霊感のある人はトンネルに入れないなど、いろいろ噂があります、着きましたね、ここですね、はい、信号赤ですね、はい、これここじゃなくて、ここじゃないですね、この先ですね、この先に停止線が、なんか横止めていくんかなと思ったけど、そんな感じじゃないですね、これね。ね、いけないですね、これはね。あ、これ車から降りれないですね。ちょっと難しいかな。はい。ロケできないですね。まあ通りながら様子を見ながらって感じですかね。ゆっくり。わかりました。車載カメラから撮る感じでいきましょうか。今回はあのテイソン先生にハンディカムを回してもらう感じで、ね、これをね、はい、預かってこれでじゃあ撮っていきましょう。よいしょ。これ赤信号はこれでいいんですか。はい、赤はこれはとりあえず赤で待ちですね。で青になってから進む感じになると思います。はい、これでも確かに夜一人で待ってると気持ち悪いかもしれないですね。この入り口が待ち構えている感じはね、ちょっと嫌かもしれないですね。まあ現時点では何か感じます。いや特に今はって感じですね。いやこう中に入った時に、そうですね、何か感じるかもしれない、そういう感じではありますね。ただやっぱり、やっぱ口を開けてる感はやっぱりさすがトンネルですよね。なんかこう明かりのところと暗いところのこう縞模様になっているところ、ちょっとこう、そうですね、奥へぐーっと吸い込まれていくように見えますね。そうですよね。まあまあいわゆる心霊スポットの代名詞というかね、関西ではまあ一番怖いんじゃないかと言われているだけのことはまああるかなという。雰囲気はすごい。雰囲気はねやっぱありますよね。まあ、またこの信号がね、またこれ青だったらまずいみたいな話でした。そうですそうです、青だとその招かれているというトンネルのね、方にそのままスムーズに行けたらあのダメだよっていう、あの、ま、待たれてたんだよっていう合図だというふうに言われてたりするんですよね。今日赤なのはこれは OK ってこと、 OK ってことですね。テイソンね、昔来た時はね青だったんですよ。呼ばれてます。はい、青になりました。じゃあ行きます。行きましょう。はい、ということでね、後ろから車が来てなければゆっくり行ける感じなのでね、ゆっくり行っていただいて。もう入りました。はい、もう撮っていきたいなと思いますけど。ああ、なるほどね。おお、ピンボケ合わへんね、ピント。合わへんね。合わないの。合わへんね。どうです中入ってみました。この辺りからちょっとキモいかな。おちょっとゆっくり行けます。はい、じゃあちょっとゆっくりめに行ってもらって、そうなんですよ。トンネル内でピンと合わへんな。ちょっとこれ違うかもしれない。
難しいな、バンバンピンとぶれる。さあ、抜けました。抜けましたね。で、下向きのミラーのところとかもあるらしいのでね、行ってみましょうか。そうね、この先が、そうそう、この峠の上をね、走っていった先が、てさ、昔歩いて行きましたからね、ここ2回目なんですよね、来られるね。そうそう、2回目なんですよ。まあ、歩いてね、テク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 撮りましたよ、ここね。すごい道やな。すごいっしょ。これ歩いて登ったんですか？歩きましたね、ここね。すごハイビーム、よいしょ。どんな絵が撮れてるかっていう、なかなか難しい。ドームミラーないですね。カメラね、もうちょっと先ですね。この先ですか？はい、また先ですね。結構明るいぞ。そうなんですよ。あ、これ？あ、そうそう、あれ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 ですね。確かになんか変な感じ。無理か、届かへんか。ちょっと届かないですね。暗視モードにしてもらったら。あ、そうかそうか、それその手があった。これかよっ。映ります？無理かな、映らない。ギリギリ映らない。あ、ピンとぼけた。もう少し先に車を止め、歩いて見に行ってみることに。では行ってみましょうか。どっち？こっちです。こっち？車で通るのと歩くのではちょっと雰囲気が違う。うん、そうそう、ちょっとね、雰囲気が違うんですよね。あ、あれかな。懐かしい。来ましたね、ここ昔。テソンが来た時はね、この先のあのさっきくぐってきたトンネルあったじゃないですか、はい、あっちの方が騒がれてて、それをね見に来てたんですけど、トンネルないじゃないかっていう話になってたんですよ。なるほど。こういう感じですね、これでも一方通行やのに、なんであるんでしょうね。トンネルあるよね。不思議ですよね。これですね。これね。あ、映ってる映ってる。映ったら死ぬんでしょ、これ。自分の死ぬ側が映るらしいですね。吸い込まれる感はありますよね、はあ、なんか持っていかれるような感じというか、はあ、うん、引きつけられる、はあ、うん、まあ、それは噂になるかなっていうような感覚ではありますね、やっぱり。なるほど。あんまり歩いて見に来るもんじゃないですね、夜中に、まあ、夜中にあんまり鏡をね見るもんじゃないっていうのもありますけど、やっぱ異世界へ通じる扉というふうに昔からね言われてるもんですから、その鏡というのはね。なるほど。検証結果、ちょっと雰囲気があるので、あの心霊スポットとして来るにはまあまあちょうどいいんじゃないかなという。なるほど。適度な、適度あの心霊スポットではないかなというふうに思います、はい、あとは、まあ、あの下の清滝トンネルの方は、はい、まあ、危ないのでね、あまりあの歩いていかないようにという感覚ですかね。あの迷惑になりますので。そうですね、はい、まあ、ただ雰囲気はありますのでね、
あの車で通る分には気をつけて渡る分にはまあいい心霊スポットじゃないかなというふうにテスト思いました。はい、というところで今日はじゃあこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。背筋がキュンとなったらチャンネル登録高評価お願いします。チャンネル登録してくれないと